正面の門が開きましたぞ。孫作様も今頃別門を攻めておりましょう。うん、予定通り。兄上のことが気にかかる。レイシ、共に兄上を探してほしいのだ。はい、姫様からなる孫権様のお力になるように。すまない、妹好きの女官であるお前にこんな頼みを。お気になさらないでください。早く孫作様を見つけましょう。注意、兄上の行方を知らない。安心でどこかに行ってしまったのだ。孫作のことだ。もう時本陣にあったりした。孫作とは別行動の予定ではあったが、私は妙な長さなんです。いや、戦場で余計なことは考えまい。主軍は内門より進軍してくれ。私は東へ回る。オーディブ出殺。俺もこうしちゃ折れませんな。今だ、かかれ。周囲を射抜け。不意に気づかぬとは、不甲斐ない。孫作、君の不在が私を鈍らせたぞ。遠慮、曹操軍の伏兵が出現。周遊様が囲まれております。兄上の安否は気になるが、ここで周遊を失うことはできない。伝令、敵援軍が接近中。炎章と対峙しながらこの素早い対応、さすがはランサの剣道曹操。ランサ殿は派手に暴れてくれたんだよな。ジェイク、ここは俺たちが預かる。これは味方を守る。承知した。ここで決める。兄、どこにいらっしゃるのです。兄がいなかった。私は遠慮、巨匠北西に敵軍が到着。敵将宗神が率いています。宗神は兵士を良しの敵に備えていたしょう。曹操の関東の軍勢は避けなかったようですね。遠慮、我が知役に勝とうなど片腹痛いわ。少数の敵といえど容赦はせん。総思考、都を守護する鬼とならん。伝令、宗神と姫様が交戦中。姫様が押されております。何、将校だ。すぐに助けに向かわれば。伝令、味方勢が苦戦している模様。ありがとう、おかげで助かったわ。
しいのね。すごいわ、ケン兄様。よし、私も負けてられないわね。やりますな。我が陣営も規制が上がりましょう。我が策が勝利を呼び込む。この瞬間こそ至福の時よ。守備よく決まりましたな。とんだ失態よ。お手を煩わせて申し訳ない。守備よく決まりましたな。我が知役に勝とうなど肩払いたいわ。嫌な予感が当たらればよい。敵将、討ち取ったり。